日本兵庫県神戸市垂水区泉が、丘泉が、丘は、兵庫県神戸市垂水区にある町名。郵便番号は655-0885。2005年10月1日現在の世帯数は1362。人口は、男性1505、女性1496で、合計3001。泉が、丘の町並み泉が丘5丁目で、撮影住宅地である。 垂水区南部の福田川から少し離れた高台の上の平地部分に位置する。戦後から住宅地下が進み、市営住宅や川崎重工の寮、社宅がある。東は白ヶ山、南は平磯、西は山手、北は東垂水に接する。一丁目から五丁目まである。住居表示が実施されている。一丁目南端を JR 神戸線。 山陽電気鉄道本線、国道2号が東西に通る。現在の泉が丘の一部である旧東垂水町麻西平尾、南、平尾、中谷のあたりは高台の平地であり、福田川周辺の平地に比べ長く荒れた状態が続いていた。第二次世界大戦後、その土地を利用して、市営住宅や川崎重工の寮、社宅が建設された。また、 1968年から1973年まで、不動産業者によって造成が行われた。当初は、東タルミ団地と呼ばれていた。1970年6月に、住居表示実施とともに、東タルミ町阿座中町、阿座西平尾、阿座南平尾、阿座道谷、阿座中屋、阿座中島、阿座南茶丹、阿座茶丹、阿座灘園の各一部より、泉が、 丘として成立した。加盟である。町内に JR 西日本、山陽電気鉄道の路線は通るが鉄道駅はなく、バス路線もない。近隣には山陽電気鉄道本線東垂水駅がある。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。